ヘスより大変お世話になっております。メダロット4実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。ちょっと久しぶりだね、こっから入るのね。ずっと聞いていたくなっちゃうけどやっていきましょう。前回で一応ね、残務処理含めて亀山翔編が終わったかなっていうところでしたよね。今回から新章突入で、まあ西にね進んでいくんでしょうけど、前回終わった後裏作業でね、凛太郎たちのパーツだいぶ奪ったんですけどカンタロスとシアンドックは集まったかな。ちょっとパーツ見始めると長くなっちゃうからね、もうどんどんストーリー進めていこうかな。この自然公園の左に行けるようになんかいんな。何君たちは、あんた一人で私たちに勝ったわけじゃないんだからね、勘違いしてるんじゃないわよ。はい、いいえ、勘違いしてるんじゃないわよ。だからはいって答えると勘違いしてないですよってことかな。だったらいいのよこれはいいえって言うとどうなんだ、ロートルか。ロートルな気がするな。ちょっと待って、脚部を二脚にしとこうか。これね、シアンドックの脚部、まあまあですよね落ち着か赤いの方が全然強いと思う。落ち着か赤いにするか。これでいいえって答えてみるよ全然さ、なんか繋がってない気がするんだけど、いかがよダークパンサー。いい気になってんじゃないわよ。これはスクリューズとのロボトルなのかな、菊姫個人なんですかね。いい気になってんじゃないわよ。ここで戦えたんだな割とちょくちょく彼女たちの家に赴いてたんですけどね、俺ずっと鍵かかってたんだけど。何かキングトルーパー、メガネトルーパー、ギガオッポッタス。ギガオッポッタスはね、これスカイカーゴの脚部なんですけど、なんかすごいロックマンシリーズの雑魚っていう感じの風貌になってしまった。で使ってくるのは、かわいいね。これはもう菊姫個人ですね。菊姫個人軍との戦いか。ってことは岩の井と鏡山とも戦えるんだろうな。まあいいか、ちょっと戦いましょう。先手はこっちが全員取れそうかな。どうかな、メガネちゃんが怪しいか。攻撃がな、サンダー攻撃ですよね。ちょっとやだな。スクリューズより強い気がするな。ダークパン、そうか、メダチェンジするのか。かっこいい。ノクトキャットはメダチェンジはしないよね。サンダー攻撃だよね。動きをね止められちゃうんで厳しいですよね。メガネちゃんが集中攻撃を食らうな。ただ菊姫は全体的に走行高くないから貫通ありのね高火力技で吹き飛ばしていく感じですよね。まあメダチェンジしてるからね、ビーム攻撃はいいんじゃない。どうだ、当たるね。85 全部で85しかないんかい。すげえ薄いなちょっと走行薄すぎてあんま強くないね菊姫。2ターンで終わりましたわ。あんたのそういうところが嫌いなのよ。おー、やっぱ欲しいなーパーツ菊姫だけやるか。やりますか。よし、揃った。もう菊姫だけでいいかな疲れたぜ、もういきなり。菊姫はね、もともと数が少ない女の子用のパーツなんで欲しかったんですけど、ロボトルならいつでも受けて立つわよどういう表情なんだそれは。
岩の井と鏡山は一戦ずつすればそれでいいかな。全パーツはいらんでしょう。岩の井、これから自然公園にはどんどんレース場が作られていくらしいぜ。けどさ、やっぱりメダロットはロボトルしてこそだと思わないか。そうね、まあそう思うけど、でもレースも言うほどやってないよね。おどろ山でやったのを最後に、それ以降やってないですよね。また出てくるのかな、ミニゲーム。ん、俺とロボトルしようってか。一応やりましょう。かかってきな。まあ一戦ぐらいはね。天才ハッカーの名にかけて。この取ってつけたような天才ハッカー設定嫌いじゃない。かっこいいね。ストレイウォルフ、あーパープルカーラー、これもかっこいいな。欲しいな。欲しいけど使わないよな。一応取るか。とか言っちゃって、多分リーダー機だけメダチェンジしてくんだよな。メダチェンジ。ただ脚部がね合わなくなってしまうっていうね。いやでもパープルカーラーがいいな。このね、なんていうんですかね、程よい量産型感。この頭部パーツがめっちゃいいっすね。この目の感じな、好きなんだよな。倒した。リーダー機がメダチェンジしてくれるとね、倒しやすくていいですよね。クショ覚えてろ。パープルカーラーの脚部かな。よし揃った。やっぱね、使うか使わないかじゃないんですよ。集めるか集めないかなの。このタイミングでしかね、集められないかもしれないじゃない。じゃあこのまま鏡山とも戦うか。いつでも勝負してやるぜ。ちなみにね、ギガオッポッタスが30レベルになり、2つ目のメダフォース技を覚えました。しかもね、演出も入りましたね。メダルがね、この恐竜になりました。8倍速でね、すっ飛ばしちゃったんだけど。2つ目、近接アップ、超飛メダフォース40か。脚部パーツ近接のパラメーターをアップ。超飛メダフォース40結構でかいけどね。応援なんだ、応援か。威力30上がるってこと。どれぐらい実際のね、攻撃力とかに関わってくるのかが分かんないけど。応援の熟練度ないじゃん。絶対成功しないでしょ、デフォルトだと。メダリアでつけるしかないのか。応援なんて育ててたっけ。応援18あるな。1回ぐらい使ってみるか。あれ、じゃあ鏡山行きますか。ゴミがたくさん。ゴミのポイ捨てよくない。エコ思考なんだよな鏡山は。ロボトル、なんかね、容量を得ないんですよ。ゲーム版の鏡山ね。それじゃあ始める。お洋服汚れちゃう。それじゃあ始める、かっこいいね。強そうだよな。でもゲーム版だとスクリューズの序列では一番下なんだよね、鏡山ね。アニメ版だと岩の井が一番下だったんだけど。ブラウンバイソンは重力系だったっけ。アンガスね、最初に手に入れてよく使ってましたもんね。ビッグタートル強えんだよな。もう名前の通りレーザー攻撃なんですけど、避けられればあれだけど、さっき覚えた近接アップの検証をしたかったんだけど、こいつら相手に検証してる余裕あるかな。まあいいか、ちょっとやってみよう。普通に戦いつつ、まず新ソード、近接アップ使わない状態の新ソードのダメージ見とかないといけないんだよね。誰に行く。ビッグタートルに行きますね。方向高そうだからいいよね。クリティカルか。
クリティカルで50プラス32ダメージ、ね、あーリックタートルが撃ってきた。おお避けた、素晴らしい素晴らしいが、狙い撃ちやってるとな避けられないからな。バックビームで戦ってもらうか。でメダフォースを使ってみる。これ成功するかな。おお成功しますね。近接アップ発動。おお、あ、あー全体なんだ味方。31アップ、これはなかなか。まあ近接タイプギガオポッタスしかいないんだけどさ、31アップするんだったら相当変わるんじゃない。これねちょっと多分レーザー攻撃は避けてくれるから逆に検証しやすかったわ。近接アップからのギガオポッタスのガムシャラ攻撃どう。50クリティカル出たから比較できますね。50プラス40、90だから8 8アップした形か。近接アップ40使うからね、2回メダフォース貯めないといけないんで、どうかな感が結構出てきましたけどね。まあダメージ値はね多少乱数の影響というか売れはあるとは思うんだけどね。8か全体がね近接系のねメダロットで固めてるのであれば、うん、まあ悪くはないかもしれないけどな。2ターン貯めるのちょっとあれね、お選択しなきゃ。おーレーザー欲しいね全パーツ欲しいよね。やっときますか。やっときたいやーなんかここ数パートずっとこれやってる気がするわまあだいぶパーツ稼ぎましたねこれでね。メダロット6体分のパーツ全部奪ったんだもんね。お洋服汚すのも良くない。いやこれでようやく進めるね。パーツちょっと全部見るのあれなんで主だったところだけ見ますか。強いな。あー回数2なんだ。リックタートルの頭部バックビームよりね威力も高いしね、成功も高いし走行も高いんだけど、回数2はちょっとな実用的とは言えないですよね。見た目もいいんだけどな。そうかちょっとダメだな。ストレイウォルフの頭部は敵影感知なんだねなんかちょっとバランスが悪く見えるけど、あー敵影感知はいいね。俺の好きなパーツだしな。うんでアングラーブラウンバイソンの頭部はレーザーなんだね。回数4、悪くない、悪くないんじゃないのゴツゴツしいな。うん威力で見るとバックビームの方が強いけど成功が段違いだよね。あー見た目もこっちかなこっちの方が悪魔的な感じじゃない。回数4あればいいんじゃないか。ちょっとこれでいくか。戦車系の脚部か。あーなんかもうちょっと欲しいなキャタピラ感がもうちょっと欲しいな。ブラウンバイソンの脚部見た目かっこいいけどな、ノブシ感があって、あちょっと落ち着か回に比べるとだいぶ数字が見劣りするな。メガネちゃん用の脚部も2つ手に入りましたもんね。パラティマスターが強いからな。これか。あーでも悪くない、近接か。クロス攻撃は一応遠隔に入るんですもんね。
あとこれレオパルス、まあ近接タイプよね。あ、見た目が可愛い見た目は可愛いけどな、まあ、パラティマスターでいいかな。ふう、じゃあこれでようやくようやくストーリーが進められますねって言おうとしたんですけどね。どちらかといえば喧嘩好き。何者だこいつ。二足目だろうとね。これなんだろう。二体だけなんだ。メダプルート、あーなんか見覚えあんな。この脚部見覚えあるな。3で風への脚部として使ってたやつじゃない。おーかっこいいね。キングフラグ、ロッペリン、コーサー、ショーサー、キッショー何だろう、何してくるのか全然わかんねえ。じゃあまあ新しいねパーツも手に入れましたもんね。新パーツ使ってみるか。ロボジャルファイ。まあ新パーツって言ってもね、これまでつけてたビーム攻撃よりちょっと威力の低いレーザー攻撃なんでまあ当たるよね。50は持っていけますけどね。あのリーダー機がどういう行動をしてくるかだよな。ん？補助チャージか。はいはいはい。真ん中のやつは？攻撃してくるかな。あー、防御か。なるほど。77。うわ、すげえな。走行高っ。こいつにメダチェンジしてもらいたいね。いくつになるんだろうか。まあでも攻撃方法はおそらくないですからね。まだわかんないけど。防御だけでは勝てんよ。こいつの脚部いいな。あり余るほどのキャタピラ感あるよな。あー！デストロイだと？危ねえ！危ねえ。こいつ、怖いな。あれ、なんだろう。頭部かね？頭部がデストロイなのかな？ちょっと欲しいですね、パーツ。参りました！頭部くれ。右腕か。これは多分、補助チャージなんだろうな。あ、違うな。これがデストロイなんだ。重点放熱は重いけどね。背中を向けた敵を破壊する。さすがに貫通はしないと思いますけどね。まあ使うとしたらなんかすっごい強敵に出会って、それの対策用とか、こんな感じですかね。じゃあこれでようやくストーリーが進められますね。ここ自然公園、キャンプ場なんだ、まだ。どこで落ち合うって言ってたっけ。洞窟抜けた先とか言ってたよね。自然公園2なんだ、まだここは。この奥かな。まだ行ったことのない場所。なんかありますね。これキャンプ？これ入れんのかね。入れない。オブジェか。これはなんだ。これなんだ。マジでわからんな。お、山伏、山伏がキャンプファイヤーしとる。たまにはキャンプもいいものだ。一人キャンプですか。いいですね。あ、中に焼き芋が。怖い。あ、これはこれキャンプファイヤー用のやつなの。あれ、これはかまどか。かまどになってるのね。で敵が出てくる。男の子。やればできるってとこ見せてやる。艦隊編成か。あー、ダッシュラプトルとフリルフリリー使ってくんだよね、この男の子はね。3体目はこれはキメラだね。キメラだけど、コンビニで見たことあるな。左ビームついてるしね。気質ですね。一応探索いきますけど、広いのよね。
あーこれか、ダーク、ダーク、字が消えかけてて読めないよすげえ怪しいな。ダークってなんだよ。この洞窟に入るか、あこれなんだ、この先、あぬかるみの洞窟、地面がとってもぬかるんでいます。ここの先って言ってた気がする。ここが入り口なの？ん？そうだわ、あんたに言っとかなきゃいけないことがあるの。どうしたの改まって。あのね、おみくじ帳出てから亀山まで私あんたに頼りっぱなしだったでしょ。まあ一緒に行動はしてたけどね。そんなことないだろう。そうだよね、いいのフォローしなくても。そんなに頼られた覚えもない気がするんだけど、確かに私はあんたに比べてロボトルは弱いわ。いや結構強いよアリカちゃん。そんなことは、だからフォローしなくていいって言ってるでしょ。どうしたの。私ね、これじゃダメだと思うの。だからさ、これからは私にできることを、情報収集であんたをサポートしようかなって思ってるの。これまでも割としてくれている気がするんですけどね、サザンカ道場の時とか。え？だからこれからはずっと一緒ってわけにはいかなくなるけど、ああ単独行動したいと。それはあはは？らしくなかったわね。まあそういうことだからさ、分かれんの。うん、そうだね。アリカの情報収集は頼りになるし、え？私がサポートしてあげるんだから、もっと頼りにしていいのよ。私も頑張るからさ。あんたも一人でいるのは寂しいかもしれないけどね。うん、感謝してるよ。それは寂しいけどしょうがないよ。寂しいことを素直に認める一発くん、よき。寂しかったらいつでも会いに来ていいからね。はあ。別れたんだ、これで。寂しいのは私も一緒だから、ね。いや、分かれてないな。うわぁ、ぬかるんでる。ほら、気にしないで行きましょう。多分、ここが順路ですね。じゃあ、さっきのダーク。あっ！やば。戻れなくなっちゃった。今、リセットすると、スクリューズ線がなかったことになるのか。それはきついなぁ。ちょっとあのダーク洞窟が気になるんだけど、後でいいっすか？先に見とけばよかったか。あれが順路なのかなと思って、後回しにしちゃった。ロボロボ団がいるね。あー、ここにもいるな。この先は許可がなければ通せないロボ。誰の許可？さあ。あ、そう、じゃあ通らせてもらうわね。力ずくで。それはダメロボ！ロボ取るね。何使ってくんだろう。車両タイプが入ってますね。